どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タイトル通りジャイアントがね、投下型によって、マラソンする様子を見たいそこのあなた、ぜひともゆっくりしていってください。はい、早速見ていきましょう。まずは援軍処理ですね。あ、これは私のクラメンが攻められたリプレイでございます。ちょっとこれうるさいな。さあ、そして勝利されていきますね。そして集められて、バルキリーで一掃と、一掃一掃一振りで殺されました。さあ、ここでですね、はい、ジャイアント出てきましたよ。ジャイアントですよ。投下型にジャイアントはね、ちょっとしっかりとウォールブレイカーで穴を開けていかないときついですけれども、さあここで破壊できた。そしてここの時点でウォールブレイカーいいと思うんですけれども、って感じですね。さあ、そしてジャイアントさんがね、端に2体来ております。さあ、ここで右側の大砲が破壊されたんですけれども、はい、ここでまたもやマラソンしておりますね。左側もポンポンと、ジャイアントはもういないと、もはやいない、もうバネでね飛んでいくんで、はい。あとは、いや、これね、まあこのベースを攻めるにあたって今ですね、ジャイアントを下の方から出して、ウィザードをちょっと上から出していきますけれども、ウィザードが裸になってしまうんですよね。そのウィザードを守るというか、ウィザードの盾役になるモンスターユニットがいないので、これちょっともったいない気がしますね。攻め手側としてはやはりジャイアントとかを盾にして戦った方がいいので、このような出し方はちょっともったいなかったかなと思います。まあ、あとは、パーセントが終わるという感じですね。はい、ということでですね、今回は投下型のジャイアントがマラソンする姿を見たい変態のあなた、ぜひとも、ご視聴ありがとうございました。さよなら。